番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。もっとパソコンの作業を効率よくしたい、クリエイティブな活動をしたいと思いませんか？今日はそんな願いを叶えてくれる、助けてくれる折りたたみ画面モニターをご紹介します。開封の儀、こちら開けていきます。説明書は入っていませんでした。アダプタ、両端がタイプ C のケーブル、タイプ C と USB ケーブル、HDMI とミニ HDMI。 こちらでございます。裏、ツルツルです。2画面モニターでございます。上が 15.6、 下が 16.9 インチ。まずこのモニターにはバッテリーが内蔵されていないため、使用する際には給電が必要です。環境によっては給電不足になることがあります。その場合は付属していたこちらのアダプターを使って給電する必要があります。上下配置のメリット、人間工学に基づいたデザイン、画面を立てることによって目の負担、首の負担が和らぎます。広範囲な互換性、ノートパソコン、デスクトップ、スマートフォン、プレイステーション4、5、XBOX、スイッチなど様々な端末に対応しております。お持ちのディスプレイに追加して3画面作業へ。普段使っているパソコンのモニター、画面スペースが狭く困る場面はありませんか？今回この商品を使うことでメインのモニターとさらに追加で2つ追加されます。そう、それがこの商品を使う最大のメリット、作業効率が上がります。こちら様々な使い方。1、ケーブル1本で繋ぐ方法。付属してあるタイプ C とタイプ C、こちらです。お持ちのパソコンにこちらを投げることによって、さらに2つのモニターを追加することができます。ただ、ここで注意点です。接続するパソコンのタイプ C 端子、DP、オルガモードに対応しなければ使えませんので、ご注意ください。2、2台の端末を別々に同時接続する方法。こちら、モニターが2枚あるということで、それぞれ別々の端末に繋げることができます。ちなみに、上のモニターには端子は付いておらず、すべて下の方に接続されております。なので、電源が2つ、2箇所繋がっております。端子に関しては下画面のこちら側全てここに集合してます。上下のモニターはミニ HDMI に対応、上のモニターのみ USB タイプ A とタイプ C に接続することができます。使い方としては、上のモニターにスイッチ、下のモニターにプレイステーションを分けて接続することによって同時に2人プレイすることができます。をすることによって、例えば会議の画面に自分はこちらを見て、相手にも全く同じ画面を映して、こうやって使うこともこう力を入れるとくっつけることもできます。こっちとこっち、この機能により作業スタイルや環境に合わせてモニターの向きを簡単に切り替えることができます。自立スタンドがついている。本体後ろなんですけども、これですね、ここにスタンドがついておりまして、こうすることでこの角度で置くことができます。そして使わないときは、角度は0度から120度の範囲で無段階調整できます。滑り止めゴムがついている。この商品普通の滑り止めゴムがついております。まず横側ですね、ここの2つついております。裏側ついていない、こちらもついていない、ここ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 、こんなゴムですね。そしてこいつもここにゴムがついております。なのでどんな場所でも安定して設置することができます。気になるディスプレイの仕様について、臨場感、没入感をより体験できるフレームが少ないモニターです。明るい環境でも画面が見やすく、目の疲れを軽減するための非光沢パネルを採用、とても綺麗です。ただ非光沢の場合、環境によっては周囲のものが反射して映り込んでしまうのでご注意ください。格子夜角178度、モニター見方によって178度まで見ることができます。低ブルーライトもついております。またゲームをプレイする際により滑らかな表示にするクリーンシンクにも対応しております。また HDR、DCR がついておりますので、さらに鮮やかに見ることができます。2の餌規格、穴がついている。こちら上画面はついてませんが、裏を見ますとこちら4つの穴がついております。ということは、こちらを単体で垂れてもいいのですが、モニターアームを持っていますと、こちらにですねガチッとつけることによって、さらに自由自在に角度を変えることもできます。持ち運びが簡単、こちら開けばすぐ使うことができます。例えばサイズ感もこれくらいなので、カバンにスポッと入ってすぐ移動することもできます。折りたたんだ時は画面がですねこう重ね合いますので、液晶画面を傷つける心配はございません。
また衝撃に強く耐久性もございます。ここで一つなんですけども、ここまでは固定できますけども、これ以上押すとまだいける、こうバチンとなるので手は挟みやすいので、こちらお気をつけください。いかがだったでしょうか。改めてこの裏面モニターおすすめな方、今使っているパソコン作業スペースが狭いと思っている方、こちら実際に使ってみると作業効率が格段に上がります。資料を見ながら作業をしたり、複数の画面を同時に見ることができる、また商談やプレゼンなど、通常のモニターだとこんな感じですって見せるんですけども、これの場合もうこうやっちゃえば、いちいちそういう煩わしさがなくなりますので、携帯線にも通れます。またクリエイティブな活動をされている方、やはり画面が多いとできることが広がります。効率も下がりますのでおすすめでございます。というわけで、折りたたみ裏面モニター、こちらを使って、ぜひ、作業効率を上げてみてはいかがでしょうか。ちょっとお値段は張りますけども、一つあることによって、自宅のデスクワークだったり、移動先でも使えますので、かなり重宝できる商品かと思います。興味がある方は、ぜひ商品ご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。さて、行くぞ。助けてくれる。こちらのアダプ、こういう縦画面にして、こんな感じですね。